問、将来どうなりたいですか、今は今の仕事はこうですけど未来のアプローチはどうしたいですかみたいなことを聞かれることが多かったので、それは日本と違う取材の仕方なのかなと思いました、うん、ナルトの作品はやっぱりとても海外でも関心があるということが、この取材で、とても分かりました、これからもナルトしっかりと頑張っていきますので皆さんよろしくお願いします。それでは何だっけ、あ、どうじゃねバイバイ、ありがとうございました。ありがとうございます。昨年の秋にですね、僕が、主演を務めさせていただいたライブスペクタクルナルトの情報が解禁になりまして、3月21日の初日までに、しっかりと皆さんの前にスキルを持って、立たないといけないなということで、スタッフさんと話し合って、年明け早々に韓国に行かせていただきました。韓国のやっぱクオリティっていうのはやっぱパフォーマンスしかり歌しかり全部基礎がすごく徹底してるので、なんか徹底してるなっていうすごいイメージを受けたので、自分もやっぱり基礎は大切にしないといけないし、基礎があるから応用ができるしっていうところで、すごくパフォーマンスに生きるなと思って、それを日本でも持ち帰って頑張ろうかなと思いました。そしてやっぱ初めての海外だったので、もう全部楽しくて、イミグラ通る時とかもなんか機内食が一番楽しくて、まあ麺はどこでも麺だなっていう、まあ結局はね、麺はどこでも麺だなっていうところと、あとなんだろうな、機内食もまあなんか、あ、こんな感じで出るんだっていうのも知れたし、あとはそうだな、韓国のご飯ってすごく辛いとか、なんか辛そうに見えるとかすごく思われる方ともいると思うんですよ。だけど多分自分で辛くしてくださいって言わない限りあんま辛くないと思うんですよね。だから食べやすいと思います。はい。おお、なんか PR みたいな時間。はい。そうですね。そして、満を持しての稽古に、入りましたが、やっぱ稽古の初日の時は自分がどうやって、座長として稽古場にいたらいいんだろうとか、いろいろなことを考えていくうちに、結構考えすぎちゃって食欲なくなったり、寝れなくなったりとか、正直いろいろあって、ですがこう稽古を重ねていくうちにキャストの皆さんとよく話すようになって、それでコミュニケーションがどんどん取れるようになって、自分にもしっかりと自信がついてきたなっていう、感覚はありましたね。はい。で、3月21日の初日を迎えてからはもうやっとこう自分を試せる場所が来たなと思って、自分のこう座長公演の集大成っていうのをしっかりとこの作品で見せていけたらいいなっていうのを思ってやってましたね。はい。そして地方公演なんですけど、まあ、大阪はすごく大きな劇場でやらせていただいたっていうのもあって、もう感無量でしたね。運営した芸術劇場の大ホールで、大ホール全員がスタンディングオベーションってなって、千秋楽でもう本当圧巻で、涙が流れそうになったんですけど、ちょっとそこは我慢しました。もう泣かないです、それは。泣き虫は言わせねえぞと思って、ちょっと我慢しましたね。で、それで福岡公演もあって、で、宮城の公演もあって、福岡はすごくやっぱりあったかい土地なので、あったかい土地っていうイメージがあるんで、お客さんもご反応だったリアクションがすごく温かいなと思って、で、宮城の、お客さんって結構ファミリー連れが多くて、それはすごく地方ごとにいい色があるなと思って、素敵な公演だったなと思います。はい。ちなみに宮城公演で泣いたのはちょっと内緒です。はい。そして大阪でですね、大阪千秋楽終わって、その次の日にカフェの写真、指でこう歩いてるところだったりとか、うつぼ、さっき石像があった公園に行ったりだったりとかっていうのは千秋楽終わってから行きました。で、すごくなんだろうな、うつぼ公園って僕プライベートで行ってすごくいいとこだなって思って、また行ったらやっぱり素敵なところで、そんな時間をやっぱ阿弥中さんに撮っていただいたのがすごく幸せだなと思いましたね。はい。そして、凱旋公演を得て海外公演に入ってですね、香港でさっきいろいろ取材を受けてた VTR があったと思うんですけど、まず広東語にすごく苦労して、
あのめちゃくちゃ難しいんですよ。広東語と北京語っていうのがあって、まあ、北京語ももちろん伝わるんですけど、広東語の方がマカオがちょっとまあ伝わりやすいってことで広東語に急遽変更になって、で広東語を勉強してたところも本当タジタジだったんですけど、今はもうペラ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 スラスラ言えますよ。はい、言えますよ。おおおって何ですか。いきます、じゃあいきますよ。我们给朋友大家好，我系拜你们嘅成功管理，你到我们应酬好幸福，我们哎何だっけ，好幸福，我爱我们多谢大家，みたいな感じを、そう、あのマカオの公演でずっとやってて、で一回忘れちゃって、なんだっけ。区内のなんかホルダーみたいなところに紙忍ばせて忘れちゃった時にパッて取って読んだって覚えがありますね。マカオはすごく広東語勉強してよかったなと思います。ご飯もすっごく美味しかったんで、はい。そして VTR でも結構言ってたんですけども、そのマカオ海外の取材の方って結構大きくスケールを大きいお話をされて、例えば日本だったら今この作品やってますけどこの作品どうしていきたいですかとか、結構現時点の点のお話をするんですけど、その長い先を見積もってどういう女優さんと共演したいですか、どういうハリウッド映画に出たいですかとか、行く行くはどうなりたいんですか、海外に行きたいですかなんてことを話されていて、自分はもちろんこう日本じゃなくて世界で戦いたいっていうのがあるんで、すごく自分の野心をどんどん引っ張ってもらえるようなそんな取材だったので、日本ともう全く違うなって思いましたね。はい、ちょっとツイッターの方を見ていきましょうか。なんて言っていいかわからないけどすごい、あれさっき字幕にあった通りですよ。はい、広東語すごいけど何が合ってるかわからない。あ、まあそうだよね、正解を知らないから何とも言えない。あ、やめて適当に言ってるわけではないよね。え、言ってないよ。うん、今言えるの合ってるかわからんや。うん、泣いたんだ、かわいい、やめてください。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。辛いの苦手だけど今の聞いて行ってみたくなった。あ、韓国ぜひ行ってください。初日タケルさんの誕生日だ、そうだ。そう、3月21日、師匠の誕生日でした。そして東京公演の千秋楽が4月5日が春馬さんの誕生日だったんですよ。すごいなと思って、俺持ってると思いました。持ってるわと思ってた。それで頑張りました。東京公演と、まあ、海外のお話はそんなところでしたね。はい、約半年間の VTR を振り返ってみて、自分でも、こうして成長しれたので、自分も良かったなと思いました。以上、振り返りコーナーでした。ありがとうございます。会場の皆さんも18歳精一杯盛大に祝ってあげてください。
じゃあ素敵な一年にしてね。